ちょっとあれですね、あの異国風のですね、洋風建物が建ってますね。建ってます。なんかあれなんだよね、これ、何指定文化財とかさ、そういう感じのところだと思うんだわ。こんな感じでなかなか洒落てるよね。あ、ただちょっと新しいんだけどね、古くないんだわ。それ風に作ってあるんだけれども、よく見たらね、日本、あ、損保ジャパン日本講和横浜馬車道ビルということで、これ違いますね。新しい、その隣が古い、その隣の方が古いね。これは神奈川の文化と歴史、神奈川県立歴史博物館っていうのがありますんで、これちょっと寄ってみましょうかね。